ウルホカレバ・ケッコネンは、フィンランドの政治家、首相、第8代大,大統領を務めた。26年近く政権を担当し、先制的とも評された。大統領就任以前には、司法大臣、内務大臣、フィンランド議会議長、外務大臣を歴任した。ケッコネンは、大統領として、前任者のユホクスティッパー式日から、積極的中立政策を引き継いだ。 これは北大西洋条約機構とワルシャワ条約機構のいずれの加盟国とも良好な関係と広範な貿易を維持しフィンランドの独立を保持するというものでパーシキビケッコ年ラインとして知られる一方批判者からはその融和的な方針をフィンランドかと下げすまれた1975年にはヘルシンキにおいて 全欧安全保障協力会議を開催し、その年の有力なノーベル平和賞受賞候補者とされた。彼の外交、貿易政策は、ソビエト連邦という隣国の存在を前提としつつも、フィンランドの市場経済を西ヨーロッパ諸国から大きく、劣後させることなく、フィンランドが欧州の統合プロセスへ、全身的に参加することを可能とした。 とフィンランドの歴史家によって評価されている。その一方で、権力への渇望や国内政治における分断統治の姿勢、純粋な野党の欠如が、特に政権の後期において、フィンランドの民主主義を著しく弱体化させることとなった。結婚年の退任後、公認の大統領によって、議会と首相の権限を強め、大統領の権限を弱めるようにする。 フィンランド憲法の改正が始まった。幅広い政治経験の他にも、結婚年は作家としても知られている。大統領在任中にも、友人のイルマーレータージャが編集長を務めた雑誌スオメン・クーバー・レーティーに様々な偽名で、ユーモラスで、情報に富んだコラムを執筆したことが知られている。1983年。 結婚年の名を冠したウルホ結婚年国立公園が制定された。ヘルシンキのセウラサーリー野外博物館内には結婚年の指定が保存されており、ウルホ結婚年ミュージアムとなっている。この結婚年帝の離れにあるサウナでは、1975年7月、ヘルシンキでの欧州安全保障協力会議終了後に、ソ連のレオニード・ブレジネフ初期長とアメリカの ジェラルド・アール・フォード大統領、結婚年が水入らずで入浴を楽しんだという逸話がある。また、下平兵とヘラジカ漁を楽しんだという逸話も残っている。かつて、フィンランドで発行されていた500マルッカ紙幣に結婚年の肖像が使用されていた。ありがとうございます。